さんこんにちは、つるぎーです。ピザポテトが食べたい。あのですね、今ですね、まあ、皆さんもご存知の方いると思うんですけど、あの大人気お菓子ピザポテトがですね、なんと販売休止しております。悲しい。僕もめちゃくちゃ好きでよく食べてたんですけど、ここはなくなっちゃうということで、近くのスーパーに行ったんですよ。そしたらですね、あっけなくなくなってました。やっぱりこれからね、長い間買えなくなっちゃうわけですから、買い占める人とかがいっぱいいるらしいんですね。なのでもう、買えなかった。だからもう次再開するまで、ピザポテトが食べれない状況になってしまったわけですよ。で、僕はですね、どうしても食べたかったんで、ピザポテト、自作レシピあるんじゃないかなと思いまして、ネットで調べたところ、なんと、作ってる方がいたので、そちらの方のブログを参考に、ピザポテトを作っていきたいと思います。というわけで、まあ、材料なんですけど、ババン、ポテトチップス薄塩味。これをベースに作っていきます。そして二つ目の材料。こちら、ババン、チーズですね。まあ、ピザポテトはチーズね、かかってますからね。で、次、こちら、タコスシーズニング。こちらはですね、ピザソース味のパウダーが望ましいんですけど、まあ、近くのスーパーになかったんで、ピザ味に近いようなタコスシーズニングを買ってきました。僕が参考にしてるレシピを書いてるブログの人も、ピザソース味のパウダーがなくて、タコスシーズニングにしてたんで、まあ、これで大丈夫だと思います。というわけで早速、作っていくわけなんですけど、まずはですね、ポテチの袋を開けます。いや、難しいよ。最初からもう難しい。まあこれ僕のアレンジなんですけど、1枚食べます。あ、うまい。そして次にタコスシーズニングを振りかける、うん、こちらですね。入れすぎるとしょっぱくなっちゃうらしいんで、入れすぎには注意です。あ、匂いがすごい香ばしい。で、適当にかけていきます。どんくらいだろう。うわ、かけすぎた。こんくらいでいいかな。まあほんのね、香りをつける程度で大丈夫らしいです。そして次にですね、袋の口を閉じてシャカシャカ振って、タコスシーズニングを全体に回るように振ります。イエイ。よいしょー、これでいいでしょう。次に味見をします。さあさあ、どうなっているのか。いただきます。あー、ピザポテト感ある。オッケーでしょう。次にポテトチップスを袋から出します。せい。おー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 、あ、溢れるー、溢れたー。で、次にですね、チーズをちぎってかけていきます。まあ、これでもスライスチーズでもいいのかなーなんて思いますね。今回使用するチーズは、10カツです。どうでもいいですね。はい、こんな感じでね、こうちぎってかけていきます。かけました。というわけで次にですね、これをレンジで1分半くらい温めます。はい、というわけで完成いたしました。つい、こちらババン、自作ピザポテトでございます。なかなかね、チーズも溶けていい感じなんで、期待は大です。それでは待望の実食いただきます。さあ、どうなってるのか。いただきます。あー、あら、まあ、すごい。あのですね、ほぼほぼピザポテトです。すごい、おいしい。え、おいしい、うまい。まあ、正直このタコスシーズニングのおかげですね。まあ、本当はピザソース味のスパイスがあればちょうどいいんですけど、タコスシーズニングでも全然いけます。うまい、止まんねえ。うまっ、おいしいわ。ここはね、ピザポテトが販売停止してしまって悲しんでる皆さん多いと思います。そして多分そういう方がね、この動画見てると思うんですけど、ほぼほぼ再現できているので、よかったらお家で作ってみてください。というわけで皆さんもレッツピザポテト